フライングエレファントとは第一次世界大戦中のイギリスで計画された超重戦車である。計画は構想に止まり実際に製作されることはなかった。イギリスの戦車生産において1916年4月になされたマークアイ戦車50両の最後の追加発注の後これ以上の戦車が生産されるかどうかは不明確であった。それは戦車という新兵器の 戦場での成功遺憾にかかっていた。マークアイ戦車の設計者にして製作者の一人であったウィリアム・トリットンは、この車両の主要な弱点が何であるかはすでに分かりきっていると考えていた。砲弾の直撃はこの車両を破壊できるだろうし、大きな問題は、戦場が砲兵の支援射撃の弾着で飽和するということであった。そこで九百十六年四月、 トリットンは重量級の方の射撃に交端できる戦車を開発することを決めた。ただトリットンはこうした車両に何が必要であるかを確信できなかった。彼はこの車両に確実で完全な防御を施す上でどの程度の走行圧が必要であるかわからなかった。同月、ケネスサイメス中尉は2インチの走行板を捕獲したドイツ軍の隠し火砲で射撃試験した。 6月、この計画は拡大され、エセックス州のシューブリーネスで数種類の走行版が試験された。この走行は、走行製造会社であるウィリアム・ビアード・モア社から供給されたものである。戦車供給委員会では1916年6月19日、この試作車両の生産を承認したが、肝心の設計は1916年8月の後期まで確定しなかった。 この車両の設計図は部分的に現存しており、車両の全長が8.36メートル、全高は約3メートル、全幅も約3メートルであることが示されるが、これはマークアイ戦車と比してさほど巨大ではない。しかしながら、全重は約100トンに達し、マークアイ戦車の車重28トンよりもはるかに重い。車重の非常な増大は、正面走行圧3インチ、 側面走行圧2インチと当時の走行車両としては破格に厚い走行に由来する。車体上面は半分にした円筒のような局面で構成され、分かっている限りではこの部分の走行は2インチである。車体前面は垂直にした半円筒状であり、この前面と上面とは半動無常の走行で繋がれている。多数の資料ではこの車両の車体前面に搭載される。 主兵装は、合計5 7ト、mm、ルの6ポンド砲であると、している。しかしながらジョン・グランフィールドの資料、ザ・ゲビルズ・チャリオッツでは、主砲は、合計7 5ト、mm、ルの13ポンド砲であったと、している。このような重車両では、6ポンド砲のような兵装は、現代の戦車に置き換えるならば、主兵装の半分程度の意味しか持たなかった。他の設計案では、 二門の六ポンド砲がスポンソンの両側の突出部に配置され、さらに五丁程度の機関銃が装備された。車体側面には二丁の機関銃が備えられ、さらに二丁以上が車体後部に装備された。当初、砲撃に対抗できるこの戦車は単に重戦車、それからホスターの戦車と呼称された。どこからニックネームであるフライングエレファントが来たのか定かではないものの、 おそらくそれは像の鼻じみた車体前面の方、ドーム状の正面などの結果であり、さらにかさばる巨体は伝統的な英国気質であるところの気楽さと重なった。別の視点からの模型の写真。イギリス、ボービントン戦車博物館所蔵。この車両は2体4本の履帯を装備した。外側の主履帯はマークアイ戦車の装備したものと類似するが、 これはより扁平で61センチメートル拡幅されていた。もう一体のより幅が狭い副履帯は主履帯よりおよそ6インチ高い下部に装備された。これらは通常の走行では使用されず、不正地で緊急時にトラクションを発揮するよう備えられたものだった。内側の履帯は戦車の腹が地面に突っかえた時に助けとなるものである。4本の理体は 車体のセンターライン上に配置されたデームラー車製105馬力ガソリンエンジン2機で駆動された。内側の離帯はドッククラッチによって主変速機に結合した。各発動機はそれぞれが主要な変速機を装備し、その両方の力を集めて片側の作動機構を駆動させた。この作動装置では2つ備えられた第2の変速機を動かした。もう一つは 両側の主理体を駆動するためのものである。この方法は、2機備えられたエンジンが各々片側の理帯を駆動させた、マーク A ホイペット重戦車の走行機構とは異なるものである。本社の製造はいくつかの箇所で始まったことは確実だが、試作車両の完成には至らなかった。機動性は防御より重要であると考えられ、戦車供給委員会の長官を務めた、 アルバート・ジェラルド・スターンは、陸軍省が1916年後半に、計画の終了を命じることを文書で明らかにした。歴史家であるデビッド・フレッチャーは、この車両が著しく馬力不足であり、計画が困難に陥ったと推測した。最高速度は時速2マイルと推定された。このような車両が、何度にはまり動けなくなった際に、自在にそこから抜け出せたとは言い難い。 マークアイ戦車のシリーズが成功策となった事実は、砲撃からの防御に優れた大型戦車を製造するというトリットンの主要な動機のうちの一つを除去した。しかし、ジョン・グランフィールドの著述では、トリットンが車両を軽量化して、より実用的なものとするにあたり、その走行圧を半減したものの、減らされた結果の全銃は未だ50トンから60トンであったとしている。 車両の外観に変化はなかった。さらにまた、フライングエレファントの任務は、漠然とした攻撃任務から対戦車戦闘へと変更された。これは、ドイツ軍が彼ら自身の装甲戦闘車両を開発していることが恐れられたためである。上から押し付けられた理由によって計画が放棄される。前に、スターン長官が20両のフライングエレファントを生産する予定だったのは、 明らかなところである。ありがとうございます。